はい、ヤギ座の皆さん、こんにちは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は6月後半のタロットリーディングをさせていただきます。6月全体の星の動きは以前アップした6月の星目線の動画をご覧ください。今回はタロットだけにします。後半だけですからね。では早速いきましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。6月後半です。ワンドの2、ワンドキング、ペンタクルスの2、ストレングスです。おー、ワンドの6です。ほう、カップの、クイーンですね。ソードの7ですね。太陽、ソード8、オラクルはソード4の逆です。はあ、なるほど。そうですね、まあ6月後半から、特に21日以降ぐらいですかね、パートナー運が良くなるわけですよね。そしてパートナー運が良くなるっていうと、コミュニケーションもいいですし、あとコミュニケーション、人間関係だけじゃなくて、こう仕事のお話とか、どちらを選ぶかとか、どれを選ぶかみたいな、こう自分の中での選択っていうものが結構あったのかなっていうふうに思いますし、その選択っていうのがどっちも捨てがたいみたいなね、悩ましいことだったかもしれないんですけども、でもどっちにしても非常にそれは、そういう話が来ること自体、自分自身の力を発揮している流れに乗ってる証拠だよっていう感じもありますし、今のこのヤギ座の皆さんにとって、今自分がいい状態だっていうふうにちょっと想像してみてほしいんですね。で、その今すごくいい状態なんだと思った上で、自分が判断した時にどちらを選んだとしても、それは自分にとって勝利だよっていうふうに言われています。本当にどちらを選んだとしても、どっちにも道が進んでいき、勝利につながっているっていう感じがしたんですね。で、さらにその後、その上での自分の優しさとか、自分の独特の感性とかオリジナリティっていうものが出てくるっていう感じがあるので、本当にどっちに行っても結局行き着くところ一緒なんだなっていう感じがしました。それとですね、ただオラクルがこの6月後半のメッセージとして一番言われてるメッセージっていうのは、休んでいいんだよって言われてるんですね。もう少し、今すごいこう頑張ってきたりとか、こう今手抜いちゃいけないんだとか、こうあれもしなくっちゃっていう形ですごく順調に頑張っていらっしゃるみたいなんですけど、もう少しちょっとだけ休んでもいいよみたいな、自分に休むことを許可してほしいっていうのが一番のメッセージでしたね。これはその何かが保留になるとかっていう意味もあるんですけれども、保留にしたところで、例えばさっきのどっちにしようかって、どっちを選ぶかを、どっちに選んだとしても、保留にしたとしても、どっちにしても自分には物事を成し得ていく力があり、不可能を可能にする力っていうのは今まさに自分の中にあるんだよっていう形なので、たとえちょっと休もうが、一時保留にしようが、大丈夫だよっていう感じがしたんです。なのであんまり無理しないでください。すごくこう太陽も出てて、いい時なんですけどね、いい時って今しかないから行っとけみたいな感じで、こうガーって行きたくなるとは思うんですけど、あんまり行き過ぎると、かなり自分で自分のことを縛ってしまう。物理的に、時間的に、スケジュール詰め込みすぎて身動き取れないとか、やること多すぎて頭の中がいっぱいいっぱいっていうことになりかねないので、あんまりね、自分で自分を縛りすぎないようにしてくださいねっていう感じがしました。そしてこの最後に出たカードっていうのも、なんかこう自分はこんなに頑張って こっちの道を選んだのにとか、自分はものすごい考えて最善の方法を編み出したとかね、選んだのに他の人はあんまり考えてなかったとか、こうこれで本当に良かったんだろうかみたいに、もう本当にこうあれこれと思考が忙しいって感じがするので、そこまでそのしないとパズルは解けないわけじゃないって感じがしたんですよ。ものすごい頭のいい人がもう考えて考えて
対策だったりそのリスクだったりあのマーケティングだったり、まあ、いろんなことを考えてその出す答えと何気なくあこれって思って出す答えと一緒だったりするみたいな感じ で今月のヤギ座さんはそのリラックスしてちょっと休んでいるだけでもその結果としては同じ道に行くよっていう感じがあるので、あのそんなに考えすぎないで、策を練りすぎないでリスクヘッジしすぎなくても大丈夫ですよっていうのがメッセージだと思いました。ちょっと見てみますね。あ、ワンドエースが出てますね。ワンドエースの客とやっぱりこの、 あのペンタクスのクイーンも出てるので、あの非常にいい感覚ですねこれは。あの、まあ、まあちょっと似たような傾向があるのかなと思うんですけど、あの別の星座でもね、寝かせることでうまくいくっていうのがあると思うんです。例え話としてその何だろう、パウンドケーキとかを作る時にちょっと生地を寝かしとくみたいな感じで、寝かすことによってパンを焼く時もね、こう寝かしとくことによって発酵して美味しくふっくら焼き上がるみたいな感じで、こうビジネスにしても人間関係にしても自分自身の今後のそのやっていくことに関しても慌てず、そんなに急がず、こうあえてゆっくりあの状況を見る、話を聞くっていうことをするだけでちゃんとあのいい形になって、あの情熱を燃やしていけますよって感じが出てるし、あのしっかりとそれを形にしていけるよっていうふうに出ているので、まあ、なんせ太陽出てますからね、あのものすごく守られているとか、その、光の中にいるっていうのかな、自分の可能性っていうのはちゃんと光の届く場所にいるっていう感じがするんですけど、まあ、それを忙しすぎる、あの忙しく過ごす、忙しく過ごしすぎることで、あの頭が疲れやすいので、そこだけ注意っていうことです。だから休んでもいいよって許可が出たって感じがしましたね。はい、まあなのでお仕事に関してはおそらくあの考えていたことの結果は出るでしょうし、それをどちらを選んでもまあいい結果になるだろうなと思いますね。人間関係もいいですよ。せっかく出会えたからこの縁を絶対なくさないようにしないととか思って、なんか無理やり関わるというよりも、まあちょっと距離を置いたりとか、ちょっとまあ会う頻度を下げたりとか、別にちょっと物理的に距離を置いたとしても、それはだからといって離れるとかいうわけじゃなく、お互いにその距離を置いてる時間にあの育つ愛もあるっていう感じがするので、心配しないでください。はい、はい、あのもう一番引いたのはサインですね。やっぱり何かしら止まってると不安になることとかあると思うんですけど、あの止まってるからこそ見えてくるサインというか次のお知らせもあると思うので、まあ、そんな風に過ごしてみてください。ということで今回はこんな感じ、ここで止めときますね。はい、もし何かしらあの良かったよという方はぜひコメントでご感想いただけたり、またはいいねボタンやチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。そしてタロットを一緒に勉強してみたいなという方はぜひあのメンバーシップもやっていますので、概要欄から詳細ご覧ください。ということでぜひ焦らずゆっくりと休んでいい時間をお過ごしください。最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。